リカ？それなら、それならエリカの預かり知らぬところなのですにゃ。さあ、でもこの山、いろんな生き物が住んでますから、もしかしたらいるのかもしれませんわね。出没するのですか？やっぱり魔物の館があるような山奥は恐ろしいです。迷子ついでに食べられちゃえばよかったのにゃ。食当たりそう。ご主人様、何をしてるんですか？昔のこと、覚えてらっしゃるんですか？その子犬、ご主人様のお友達に慣れてたのかなって。ご主人様、
元気に暮らしてますよ。ご主人様がそれだけ大切に思っているんです。絶対その犬もご主人様とまた遊びたいはずですよ。しばらくの間、私はここに寝泊まりさせていただきます。私もそう申し上げたのですが。私は中立の立場でこの屋敷の悪霊を調べねばなりません。ですからこれ以上世話になるわけには。とりあえず新しいシーツを持ってきますね。うなずきにゃ、こんなほこりっぽくて湿ったところが好きにゃんて。になったら、おじさんがわらわら湧き出してくるにゃ。私はこれでも、みなしろの巫女。虫なんか恐れるに足りません。そうだろうにゃ。暗くてジメジメしたところに住みたがるなんて、きっと虫さんと仲良しになれるにゃ。ひょっとして挑発されているんですね。虫など私の霊力をもってすれば。何も起こらないにゃ。今かけたのは虫退治の法術でして。うきゃだ、大丈夫。少し
ですわ。今に窓や扉から虫どもは逃げ出して。してらっしゃいますね。いいね、そのまま立たせておくにゃ。昼は特製カレーですわ。カレーというよりかは純正インド風ですわね。カレー粉ではなくてスパイスをミックスしたものですわ。見かけ通りに精神力なさそうなのにゃ。ほっとけば匂いを嗅いでくるのにゃ。
後で私が様子を見てきます。これが所望ならば、もう20ミリほど手を動かしてもよいが、どうする？本物っぽいにゃ。了解いたしました。エリカ、辛いのはちょっぴり苦手なのにゃ。大丈夫よ、エリカちゃんのは甘口にしてあるから。ほんとにゃ、これくらいなら大丈夫にゃ。リンゴとハチミツ、パムちゃんのも甘口にしておいた方がよかったかしら。私はもう大人だもん、辛いので平気だもん。そう？ご主人様は辛いのは大丈夫なんですか？私もちょっと。エリカもダメなのにゃ。ファムちゃんは平気だったかしら？
主人様、ちょっと待ってくださいね。今降りますから。はい、何でしょう、ご主人様。私でよろしければ喜んで。しましたか、ご主人様。私、そろそろお仕事始めますね。ご主人様、またお話し相手に誘ってくださいね。大丈夫。マージは元気な子だから。すべてのものに魂は宿るのです。ああ、ようやく気がついてくれ。そうです、長い長い間あなたをお待ちしてました。マージの血を引く私と魂を同じくする方、まだ力が不安定な。
ししましょう。